ブライアン・ヒルは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、イースト・オレンジ出身のプロバスケットボール指導者。オーランド・マジック、バンクーバー・グリズリーズでヘッドコーチを務めた。ジョン・ F ・ケネディ王で4年間ポイントガードとしてプレーした後、ハイスクール、NCWA でコーチを務めた後に、NBA でのキャリアをアトランタ・ホークスのアシスタントコーチとしてスタートし、アシスタントコーチを経て、 NBA ヘッドコーチとなったオーランドマジックで2シーズン目の1994から1995年シーズンには3年目のシャキール・オニールらを率いてイースタンカンファレンス優勝を果たしたがファイナルではヒューストン・ドケッツに会えなくスイープで敗れチャンピオンの座は逃した。1995年にはオールスターゲームでヘッドコーチを務めた。その後、 バンクーバーグリズリーズヘッドコーチ、シャーロット・ホーネッツとニュージャージー・ネッツでアシスタントコーチを務めた後、2005年、再びマジックでヘッドコーチに就任し、若手時代のドワイト・ハワード、ジャミー・アネルソンを指導し、2シーズン目でプレーオフ進出を果たすものの、当時イーストの強豪であったデトロイト・ピストンズに歯が立たずスイープされ、1回戦で敗退すると解任された。 その後、ニュージャージーネッツとデトロイトピストンズでアシスタントコーチを務めた。ありがとうございます。